森の中、外を歩いていくんですけど、もしかしたら途中ちょっと蚊が出てくる可能性もありますね。真ん中のあたりにネズミの前歯みたいな、うん、2本ピャッと出てるの分かります、うん、あれさっきケーブカフェの中にもたくさんあったつらら石という鍾乳石なんですけど、専門家の方によると普通はあんなガキの途中にあそこまで大きな鍾乳石できないそうなんですよ。鍾乳洞の中じゃないと鍾乳石って根っこ、これ根っこがあるよ、これガジュマルですね、ガジュマルだけですね。こっちがいいって、皆さんご存知ですかね、これガジュマルの木って。歩くんですね、ガジュマルの木って歩くんですよ。どういうことかというと、実はこの上の枝から垂れ下がってきてるもの、これガジュマルの木の根っこなんですよ。で、根っこが伸びて地面に到着すると地面に根を張って太くなっていきます。太くなった根っこがこれですね、この、後ろにある幹みたいなやつ。これもともとは細かった根っこが肥大化していったものですね。で、地面の養分がなくなるとこれ根っこ枯れてしまいます。つまり新しい根っこ伸びてきて地面に到着して太くなって古い根っこ枯れるんですよ。で、新しい根っこ伸びてくると古い根っこ枯れて新しい根っこを繰り返していくので徐々にこう横に移動していきます。なのでこのガジュマルの木のことを歩く木というふうに呼んでます。で、沖縄ではガジュマルの木に妖怪が住んでいると言われてまして、聞いたことあります？赤い髪の小さな子供、
りやすいと思うんですけど、この左側の崖と右側の崖、天井がくっついてたんじゃないかなと。ついてたね。でよく見ると左側の崖とか特にそうなんですけど、真ん中のあたりがちょっとこうくぼんでるの分かります？削れてるようなこの跡があるんですけど、これおそらくこの高さの位置に昔は川が流れてた。どうぞ。じゃあ行きましょう。何があるんだろうこれ。明かりつけたらちょっと暗いですね。じゃあ先頭の高さのあたりでスパッとお願いしますね。ありがとうございます。さあ。なぜかこのあたりだけこっち。あ、段差があります。注意してくださいね。そのまままっすぐ登ってください。足元段差があるので気をつけてくださいね。足元段差があります。気をつけて。足元段差があります。気をつけてください。どうぞ皆さん空いてるベンチに、お座りください。